どうもマックス鈴木でございます。私は本日埼玉県小玉郡上川町というところに来ております。で本日お邪魔させていただくお店さんが超久々でございます。こちら、はい、庄屋ラーメンさん。はい、超お久しぶりなんですけども、なんとこちら庄屋ラーメンさんで、本日はですねまた新たなチャレンジをやらせていただきます。ズバリメニューは納豆味噌ピリ辛のラーメンでございます。総重量は6キロでお願いさせていただきました。ただ物を見てみて、あとご主人の、お話で制限時間は決まるとは思うんですけれども、まあ6キロっていう感じなんですけど、こちらのご主人は6キロが8キロになる可能性があるお店さんなんで、まあでも今回ね、あの測りいつもの原産で測るんで、最終的に食べた、総重量はきっちりと分かるようになってるんですけれども、まあその辺も込みでね、ちょっとなんか何が起きるか分からないみたいな感じのもお楽しみいただければと思います。ただ味はマジでここ美味しいんで、ぜひそちらも参考になさってみてください。という本日はこちら上川町よりマックス鈴木 TV スタートです。いや、こちら来るとあのお子様がね結構いらっしゃるんですよ、お客様で。マジで幸せな気持ちになります。本当に子供が元気なところは本当に最高。はい、ということで諸々の準備が整いましたので今から始めていきたいと思います。こちらが、さっきね計算あの測りに乗っけたら 6.5 キロでした。なのでおそらく完食したらマイナス6500になってるんじゃなかろうかという感じなんですけれども、こちらがですね味噌納豆ラーメンのね辛味噌の方ですかね、辛味噌納豆っていうメニューなんですけど、それもデカ盛りになりますのでよろしくお願いします。こちらあのいつでも食べれますので、もしよろしければ来てみてください。ちょっとやりますか。あ、そうだ、ご主人すいません。はい、ご主人、あの制限時間何分ですか？もうね、超かわいいお子様がいて、40分です、優しく。ここはね、ちょっとご主人とのバトルなので30分でいけると思います。ご主人すいません、タイムアウトしました。恐縮なんですけれども、10秒前からカウントダウンいただいてもよろしいでしょうか？かしこまりました。すいません、よろしくお願いします。先言っておきます、いただきます。
塊をほぐしておきました。で上の方の冷めている部分からいきます。めちゃくちゃうまい。あ、結構辛い。大丈夫です。すいません、ありがとうございます。まあ、ご主人のお父さんが穴あきのレンゲをどうって。かなりチートレスでも扇風機置いてくれてるんで。こういうラーメンいかに空気を入れないかっていうのが大事。結構辛いです。
Thank you.
Thank you.
ありがとう。こっち応援してくれてありがとう。頑張れたおじちゃん。ありがとう。はい、ということで、感想なんですけど、まずめちゃくちゃ美味しいです。で、納豆の粘りがいいアクセントになっていて、独特な味がしました。で、味噌とね、おかわり？すごい可愛いお子さんがいて。で、味はめちゃめちゃ美味しかったんですけど、チャレンジ的な面で言うと、まずやっぱ納豆は結構正直食べづらいです。なんというかこう、なんかつかめるようでつかめないっていうか、ペースがつかみにくいっていうか。で、やっぱ暑かったので、それでやっぱ結構もう序盤で食べた時に、もうこれはもう水分使って入れないと多分無理だなっていうのを思って、まあ、ちょっと水分を飲むリスクを、覚悟で水分で入れたんですけど、食べにくいのと暑いので、熱いと湯気出るじゃないですか。で、辛みも結構あるんですよ、これ。すするとちょっと辛み成分も効いて、むせるみたいなのがあったんで、余計に水が必要っていう。で、辛いのって早食いとかすげえ不向きで、なんかうってやっぱ詰まるんですよね。なんかこう、うってこうゲホゲホってなりかけるっていうか、そういうのが結構要素としてはあったんで、
最後までこの食べ方が正解だったのかどうか分かんないですけど、僕なりの攻め方で食べてこの結果でした。もっと攻略がしっかりしてればもうちょっとタイムは縮められると思うんですけれど、どうしてもやっぱその食べにくさ、あと辛みの部分でちょっとこういう感じになってしまったかなっていう感じなんですね。とはいえめちゃめちゃ美味しいラーメンですので、ぜひこちら、埼玉県の、小玉郡ですね、上川町、こちらの方に来た際はですね、こちらの辛味噌納豆で、辛いのが苦手な方は味噌納豆というのもありますし、味噌納豆デラックスなんて言ってね、具がたくさん乗ってるのもたくさんありますので、もしよろしければちょっと一風変わったラーメン頼んでみていかがでしょうかという、本日は甘く続きは 6.5 キロ30分チャレンジをお送りさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうね。